どうしてかしら。侍は皆死にたがる。忠義のため、お家のためなんて。あなたは恋人を追ってこの国に来たって聞いたわ。侍どもとは違うよね。あいつは徳川の家を守るため、愛した妻を殺し、保身のため息子をも切り捨てる。血も涙もない男。あいつは兄さんも殺した。私も家康の娘。大名に嫁がされそうになったけど、あいつの駒に使われるのはまっぴらごめん。家を捨て私は忍びになった。あいつに会うんでしょ。私は先に江戸に向かうわ。あの狸には会いたくないの。